島再発見、種スタイルのお時間がやってまいりました。はい、こんにちは、ともけです。はい、みさよです。こんにちは。じゃあ本日の早速なんですが、本日のゲストの方をご紹介したいと思います。はい、はい、種子島食品産業株式会社代表取締役であります織川光平さんです。はい、織川さん、こんにちは。こんにちは。ようこそ。織川光平です。本日はよろしくお願いします。はい、はい、今日はあれですか、種子島から要求したんですか。いえ、違います。会社の方はですね、はい、東京の千代田区に事務所がございまして、はい、で今は砂町銀座商店街にイモアンというお店を構えております。はい、これはあれ、砂町って江東区でしょ。江東区ですね。はい、この番組始まってない地元のゲストのような気がするんです。あ、そうですか。はい、はい、まずですね、食のちょっと経歴をお持ちですので、織川さんの、経歴をプロフィールをちょっとご紹介させていただきます。はい、はい、織川光平、1976年35歳です。学生時代を、鹿児島で過ごし、22歳大学を卒業しまして IT 会社に就職なさったんですね。うん、IT 会社っても電機メーカーですね、うん、に就職なさいまして、その後カメラ屋さん、カメラ屋さん、名前言っていいんでしょうかね、うん、コニカ、あ、はい、こちらにコニカミノルティ、そうですね、うん、電機メーカーに就職してお辞めになって、コニカに就職しまして、その後ですね、また面白いんです、インドの方に1年ほど留学なさいまして、うん、これはね、 IT の勉強なさるためにインドの方に行かれています。ヨガじゃなくてヨガではないです。その帰国後ですね、この種子島の、出身の社長が経営する今度 IT 会社に就職なさったんですね。はい、でその後ですね、IT で島おこしをしたい、まあ、今現在もチャレンジ中らしいんですけども、はい、はい、ここの種子島の主産業である農業を、はい、のさ、いろんな種子島でできるいろんな農作物がありますね、うん、はい、これをご紹介したいということで、ね、2009年の11月に種子島食品産業株式会社を立ち上げております。はい、その後にですね、2010年今年の3月なんですが、こちらにイモアンという、先ほど友家さんご紹介いただきました、はい、イモアンというお店を、スイーツのお店ですね、オープンしております。うんうん、それはアンテナショップ的な要素なんですか。そうですね、まあ、今まだ種子島のアンテナショップっていうのが、はい、ございませんので、まあそういうアンテナショップ的な位置づけで今会社は運営しております。うん、そうですか。はい、今スタジオのところに、ね、写真が貼ってあったり、なんかほかほくほくの焼き芋のね、はい、もう黄色、真っ黄色だね。真っ黄色ですね。はい、これ、安納芋、これは、一言で言って何が特徴があるんでしょうか。ですね、これ種子島産の安納芋っていうのがまずですね、はい、すごい、貴重なお芋なんですけども、さつまいもなんですけども、はい、生の芋でいくとですね、糖度がまあ15度ぐらいなんですが、はい、焼くとですね、焼き芋になるとだいたい最高で40度ぐらいの糖度になって、もう本当にこのままで自然のスイーツになっております。はい、なるほど。はい、ここにちょうど焼き芋がありますね。はい、これ織川さんのお店の方からお持ちいただいたものなんですが、すごいですね。なんか黄金色とか、なんか美味しそうだね。はい、じゃあぜひ。はい、はい、あ、匂いもすごい、うん、いいですね。もう、はい、カズさん顔が変わってます。うん、そうですね。で、こうたくさん商品がここに並んでいますけども、はい、はい、まず、はい、どれか紹介していきましょうかね。そうですね、今、そのお店の方で、一番人気がですね、安納芋の、プリンですね。こちらですね。はい、これは安納芋のペーストが、はい、プリンの具材に一緒に混ぜて作っているんですけども、これ、まあ、一番お手軽にですね、1つ150円なんですけども、それであとすごく芋の甘みも感じれて、しかもプリンの柔らかい感触も味わえるという、
商品です。あのさっきね、はい、一つ番組が番組中は食べられないので、ね、番組前にいただいたんですけども、あのね、このサイズで十分だね。あの大きさというのは普通のプッチンプリンよりは3分の1くらいだと思うんですけど、あの十分食べ応えがありますね。はい、では あのあとはこれはドーナツですかね。はい、はい、これもあの安納芋のドーナツでして、ね、またサーターアンダーギーとことは違いまして、このドーナツの生地に安納芋のペーストをたくさん混ぜ込んでですね、作っております。これあの何かかけるって召し上がるとかじゃないんですね。このままもいただければいいんですね。まま、はい、食べていただければ。ここは何が入ってるんでしょうか。よろしいですかね。はい、あんの芋の外カリカリ中ふわふわで大変美味しい。これも人気の商品です。カズさん欲しそうですね。後でいただきます。すごいですよね。あとは、これが干し芋ですかね。はい、こちらあの、あんの芋を使った干し芋になります。すごく甘くてですね、はい、美味しいです。すごいですね。あ、田中さんの前に何かありますよ。これキャラメルみたいな、まあ、これ何ですか、干し芋。いや、それはですね、あんの芋の甘納豆になります。甘納豆、はい、芋の甘納豆って初めて聞いたけど、そうですね、このすごい甘さは結構抑えて控えめで、すごくあのお酒のおつまみにもいいですし、もうこれも大人気。も お酒のおつまみですか。はい、いけます。ウイスキーとかですね、ブランデーとかそういうのも僕はいます。じゃあ、あの堀川さんにとってのあの芋とは。そうですね、あの島を復興させる、一つのまあ手がかりですね。やっぱり今もうようやくですね、はい、あのお店も軌道に乗ってまいりましたので、もっともっとあの芋を広げて島の紹介を兼ねてですね、はい、頑張っていきたいと思っています。そうですね、あの、はい、僕もあの1年前まで、安納芋って全然しなくて、まあ、さつまいもっていうと、まあ、なんか金時っていうイメージなんですけども、そうですね、伊沢さんから聞いたらですね、頭にインプットされてですね、去年だったっけな、新宿 の、あの JR のね、駅の構内で、安納芋を使った、パイだったかな、タルトでしたね。タルトか、あって、ブッとこうやって目がいっちゃったもんね。でもここのところよくテレビでもね、取り上げられてますよ。あ、そうですね、このやっぱり私たち小さい頃からお芋っていうともうこういう甘い芋なんですね。あの私が、こちらに参りましてから、焼き芋を買いに行ったんですね。焼き芋くださいって、当然こういう芋だと自分の中でも、あの芋っていうのはこれしかないと思ってましたから、はいはい、ところが全然違うものが出てきまして、ホクホクさはすごくあるんですけどもね、あれとあの私がいつも食べてる芋とは違うなという感じ、まあ、第一印象でしたね。はい、ですね、これを、まああのまあ、農業を、まあ、IT の力とミックスして、まあ、広めていこうということを企画されてるんですかね。そうですね、今後もっともっとその IT も駆使してですね、はい、もう世の中にですね、日本と言わず世界中にですね、広めていけたらと思っています。ああ、すごい、世界に広めていきますから、そのうち、そうですか、まあ、でもあれですね、今よく地域活性化だとか、はい、まあ、やっていく中で、はい、やっぱりあの生産者とそういう若い人たちのそういう別の、ね、能力がこうやって噛み合わさってくるとね、だからあの新しい名物がこうやってね、世の中に広がっていくと思うんですけども、あのテレビであの僕も好きなんですけど、県民賞ってあるじゃないですか、はいはい、でね、ちょっと離れた県だともう習慣が全く違いますよね、そうですね、結局知らないだけなんですよね、本当に、まあね、隣県のことも、あの実はまだ触れたことがなくて、自分の知ってる範囲だけが常識だって思っているんだけども、ね、ちょっと一歩踏み込んで、そんな食べ方すんなとかね、そんなの食べんのっていうのを、口にしてみると、また世界が広がると。そうです、そういうことです。そういうことですね。はい。